まじまる社労士のまじまです。こんにちは。本試験まであと40日ちょいですね。これまで一生懸命勉強してきたんだけど、もう一つ突き抜けてないよねという方、そもそも勉強始めたのが遅いのでまだまだだよねという方、今日はそういった方々に問いかけたいと思います。あと40日ちょいのこの残された期間の中で、本試験合格レベルに達するにはどうしたらいいのか。そのレベルに行かないと勝負にならないわけですからね。絶対的な命題がそこじゃないですか。そこを達成するにはどうしたらいいのか。どうしたらいいと思います？ひたすら一生懸命頑張る。いや、それはもちろん必要です。他の受験生の方もひたすら一生懸命頑張ってるわけだから、あなたがひたすら一生懸命頑張らなかったら、それは勝てませんよ。そんなのは当然ですよね。一部の天才の方を除けばね。だからひたすら頑張ることは必要なんだけど、それだけじゃないよって話。そこにね、もちろんノウハウが必要ね。そしてね、ちょっとしたスパイスを振りかけることが、寛容なんですよ。大事なポイントが3つあります。3つ目が一番大事で、これを強調したいんですけど、1つ目からいきますね。ポイントその1、自分自身のモチベーションの確認をしよう。一生懸命頑張らなきゃいけない。でも一生懸命頑張るにはガソリンが必要ですよね。そのガソリンがモチベーションの確認なんです。何のモチベーションかというと、社労士試験を何が何でも突破したいというそのモチベーション、その意欲、そこを呼び起こさなきゃいけないんですね。必要なことはですね、今から半年前か1年前か、それは分かんないんですけど、あなたがこの試験、社労士試験を受けたいと思った、その時に遡ってほしいんですよ。何が何でもこの試験を受けて突破したいんだと思った時があったわけですよね。そこを振り返っていただいてね、なぜそう思ったのか、そこを確認してほしいんですよ。もちろん理由は人それぞれですよね。開業してバリバリやりたい、勤務で生かしたい、就職に生かしたい、いろんな理由があります。あなたのモチベーションを作ったその理由が何なのか、それを思い出してほしいんですよ。っていうのは、半年一年ずっと勉強してますとですね、人間って弱いんでね、どうしてもあの頃の強い気持ちが薄れちゃうわけですよ。何が何でもこの試験を突破したいっていうその気持ちが弱いと、必死に勉強しようっていう気持ちが乗らないじゃないですか。ということでね、とにかく社労士試験を突破したい、受かりたい、それが一体なぜなのか、そのあなた自身のモチベーションですね、そこをしっかり確認をしてください。ポイントその2。ちゃんと理解しているかどうか。ですよ。私は、社労士になって約30年。で、ほぼ同期間、社労士試験の受験指導に関わっている。そして、さらにほぼ同期間、ずっと私が自分で開発をした理解式学習法という勉強法を推奨しているわけです。このチャンネルでも理解式学習法の動画も上げたし、それ関連の動画もいっぱい上げてるわけですよね。下の概要欄にありますけどね。とは言っても、このチャンネルを見始めてから、そんなにまだ時間が経ってないんだよって方もいらっしゃる。というか、そういう方が多いかなっていうふうに思うので、なので理解式学習法、ピンとこないよって方もいらっしゃるんでね、申し上げておきますと、まず、下の概要欄にある理解式学習法の動画、見てください。絶対損はさせませんから見てくださいね。その上でなんですが、まとめて簡単に申し上げますね。社労士試験で非常に範囲が広いじゃないですか。範囲が広いので、どうしても、社労士試験っていうのは暗記型の試験なんだと、いうふうに主張する受験指導関係者が多いわけですよ。これ昔からそうなんですけどもね。確かに、範囲が多い。ということは、本試験当日に
頭の中に入れておかなきゃいけない、つまり記憶しておかなきゃいけない事項が膨大である。それは事実なんですよ。問題は、その膨大な事項を記憶する方法なんですね。これが単なる暗記に頼る。まあ、なんせほら、覚えなきゃいけないこと多いから、じゃあ覚えようねっていうひたすらこう、単純な論理ですよね。というわけで、暗記に頼ろうって主張する人が多い。暗記っていうのは、理解が伴わない丸暗記っていうのは、丸忘れと同じ意味なんでね。その時は覚える、一生懸命覚えますよ。だけど、理解が伴ってないから、潜在意識まで落とし込めないわけですよね。ということは、覚えたつもりでも、本試験の会場に行って、極度の緊張状態下に置かれるとですね、スポーンと抜けちまったりするわけですよ。そしたらもうアウトって話なんですね。さらに、単純な丸暗記だと、本試験の問題がですね、そのまま正面から聞いてくれれば解ける。でも最近の試験は難しくなりましたから、その正面から聞いてこないんですね。ひねってくるわけですよね。応用力を問うような問題が最近は増えてきたということなんで、そんな問題出されたらですね、理解が伴ってなければ全く歯が立たないってことになるわけですよね。というわけで、まあ、昔だったらいざ知らずですね、今の応用力が問われる難しい試験で、単純丸暗記なんて全く役に立たないわけですよ。そんなこと自明の理であるにもかかわらず、未だに社労士試験は暗記型だなんて主張してはばからない受験指導関係者が非常に多いのが嘆かわしいんですけどね。そういうわけでね、だったらその応用力が問われる試験に対応するにはどうしたらいいかっていうと、それは理解ですよっていうことで、ある意味当たり前の話なんですよね。どうしてこの規定はこうなんだろうってね、自分自身でホワイを作るわけですよ。なぜこれはこうなの、なぜこの規定とこの規定は結びついてるの、なぜここの数字はこの数字なのっていうふうにね、ホワイをですね、自分で作るわけですね。それに対して自分自身で美構図を考えていく、整えていくわけですよ。ホワイ、なぜこうなの、美構図、なぜならばこれはこうだからこうなんだよっていうね、自分自身でそれを一個一個作っていくわけですよ。作り方はテキストの熟読、テキストだけでわからなければ複読本を読むとか、場合によってはネットで検索するとかね、いろんな方法を取りながら、とにかくホワイ美構図を整えていく、これが理解するっていう作業なわけですよ。理解しておけばひねった出題にも対応できますよね。そして理解式学習法で大事なことは、理解はもちろんだけど、加えて反復学習ってことですね。暗記しようとしないで、理解したら忘れ、理解したら忘れてね、とにかく繰り返し繰り返し同じことをやろうねと、同じことを、ね、100回やってくださいよと、それでも記憶しないっていうゲートがもしできるんならどうぞやってみてくださいねっていうね、これまた当たり前の話、それが理解式学習法のエッセンスであります。というわけで、動画必ず見てください。はい、以上が2つ目のポイントでありました。ポイントその3、これがね一番大事、今日ねこれが言いたかったんでこの動画撮ってるんですけど、あと40日ちょっとで本試験レベル、本試験レベルが見えてはいるのね、見えてはいるんだけど、なかなかそこに行けないよって方が、そこを捕まえるにはどうしたらいいのか。一番大事なポイントは、はい、いいですか？それはですね、問題演習を徹底してください。これです。いや、もちろんテキストの熟読大事よ。理解することも大事ですよ。それもやってほしいんですよ。てか、やんなきゃ、もちろんダメなんですよ。だけど、それよりもっと大事なことがあって、それが問題演習なんですよ。なぜ問題演習がそんなに大事なのか。だって社労士試験ってテキストを読むっていうインプットの試験じゃないわけですよ。問題を解いて正解を導き出すっていうアウトプットの試験なわけですよ。いや、もちろんだからインプットをやって理解してないと問題解けない。それはもちろんそうですよ。だけど、もうそんなに時間がないから、一からこうね、地道に積み上げていくっていうことはできないじゃないですか。だったら、逆転の発想で逆から行こうよって話なんですよ。問題演習をやる。で、問題演習をやる中で、ちゃんと理解していく。例えば、択一式の問題を解きました。選択肢5個ありますよと。その1個1個をちゃんと理解する。理解できてない選択肢があったら、テキストの回答箇所に帰ってしっかり熟読して理解する。腑に落としていく。それやっていくわけですよ。問題演習をやる中で、わからない箇所があったらテキストで確認するということで、
通常と逆のやり方をするってことですね。通常はテキストで理解してから問題やるんだけど、逆に行く。問題やりながらテキストに時々変えて理解をしていくと。そういう流れです。だって本試験が問題を解くっていう試験なんだから、もうこれからはね、実践力をつけていくのが一番大事だってことはわかりますよね。やっぱり問題解いて正解を導き出さなければ全く意味がない。いくら理解していてもね。ということなんで、本試験まで40何日しかないんだから、となればこれからは実践力をつけるっていう訓練をしていかなきゃいけない。そう、訓練です、訓練。勉強なんだけど、言葉変えれば訓練なんですよ。訓練によって自分自身の問題を解く能力を磨いていく、レベルアップさせていくってことなんですね。で、問題演習の素材としては、もちろん一番大事なのは過去問です。何が何でも過去問です。まず過去問をとにかく抑える。最悪の場合、これは本当に最悪の場合なんですけど、過去問だけでも受かります。だから、あと40日間、どうしても時間がないって方は、もう過去問だけに絞ってね、過去5年分の過去問を徹底的にやる。それでも合格ラインには達しますよ。でも本当は理想を言えば、やっぱプラス予想問題やってほしいです。問題演習の数は多ければ多いほどいいからです。今更答案練習講座、受験校のね、受けるのも大変かもわかんないんで、本屋さん行って予想問題集を買ってくると、それでいいと思います。で、きちんと時間計りながらね、解いてみると。そして選択肢の一個ずつ、これを確実に理解していくっていうね、そういう作業をやるということが大事です。そしてわかんないことがあったら、テキストに変えて確認していくっていう、こういう流れね。というわけでね、3つポイントあげましたけどね、いいですね。ご自身のモチベーションをもう一遍確認すると。そして、理解、とにかく理解してるかどうかが大事だと。まあ、もちろん反復も大事ですよ。そして3つ目、これが一番大事だけども、これからは問題演習に徹するってことですよね。わからない箇所があったら、しっかり理解するようにするということであります。というわけで、引き続き頑張っていきましょうね。今日は以上です。ありがとうございました。どうも。今日の動画はいかがだったでしょうか。このチャンネルでは現在、2021年の社労士試験に向けての直前講座、法改正講座と白書講座を絶賛発売中です。1本5000円、2本同時にお買い上げいただくと9000円になります。値段は安いんですが、内容は完璧に素晴らしいものをご提供します。詳細は下の概要欄にリンクを貼っておきましたので、リンク先をご覧ください。よろしくお願いします。ありがとうございます。